サラダニュースは、スウェーデンの文学者、ウップサラ大学文学部教授、ウップサラ大学、デューク大学で、PhD を取得。研究対象は、マルセル・プルースと、ギュスターブ・フローベール、ジェームズ・ジョイス等。2013年、ノーベル文学賞の選考機関である、スウェーデンアカデミーの会員に選出され、2015年に、同アカデミー発の女性事務局長となった。 2017年11月に他のアカデミー会員の夫によるセクハラ問題をダーゲンスニューヘテル氏が報道し、その騒動のさなか、2018年4月12日に辞任した。2014年から乳がんを罹患し、2019年に死去した。A.B. ォーマーヘッドオブスキャンダル。ヒットスウェディッシュアカデミー大豆オブキャンサーハット。 ノーベル文学賞選考機関トップと会員一人が辞任、性的暴行疑惑巡り、2018年5月1日閲覧。ノーベル文学賞選考トップ辞任イコール関係者のセクハラ疑惑でスウェーデン、ジジドットコ .com、ジジドッ .com。 https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k イコール2兆180億4130万12192018年5月1日、閲覧。ありがとうございます。